それではソウルオーディエンス哲学調教師に話をお伺いします。よろしくお願いします。お願いします。改めてまずは前走の振り返りというところからお話をお伺いしたいんですけれども、中山記念追い込んでの4着という結果、状態面含めて改めてこのレースどのように振り返られますか。はい、まあ、有馬記念から今年の、まあ、指導戦ということで、まあ、牧場の方ではリフレッシュしてしっかり追い込んできて、うちの方に戻ってきたんですけどね、まあ、状態としては、まあ、悪くない感じで使えたのかなというふうには我々としては思ってまして、まあ、中山の 1800m ということで、まあ、去年の秋一連のレースを見ているとなかなかこうスタートしてからの位置取りとかはなかなかこちらが思っているような位置取りにならないかなというのは戦前からも思ったんですけども、まあ、やはりそんな感じのレース展開になってしまいまして、まあ、馬状態も微妙なところでね、前残りっていう、状態だったんでね、まあ、外から追い込んで4着ということだったんですけれども、まあ、正直、まあ彼の持っているポテンシャルからすると少しもうちょっとやれてもいいのかなっていう気はしたんですけどね、まあ、指導戦として、まあ、無事にレース終わった後も状態変わらなくてたんで、その辺については良かったかなと思ってます。そこからの調整過程というのを改めて教えてください。はい、まあ、大阪杯っていうのは割と年の初めから、まあ、オーナーと決めていましたんでね、それに向けて、まあ、中山記念を挟んだという形なんですけど、まあ、型通り馬の方は一応使ったことで、動きは軽やかになっているんじゃないかなというふうには思ってます。追い切りの内容についてお伺いしたいんですが、はい、先週はボンドガールと合わせてという形でしたが、今日に関しても3頭合わせ内編入してという形でしたけれども、うんうん、改めてこの今日の追い切りのテーマとあと評価というところをお願いします。はい、まあ、前走乗っていただいた、まあ、田辺騎手とお話しして、まあ、調教でも少しこうアクセントつけた方がいいのかななんていう話はしたんで、まあ、2週前から追い切りに関してはブリンカ軽い浅いブリンカーをつけて、2週続けて追い切って、まあ、それなりの効果はあったかなというふうにはジョッキーの反応、まあ、感触はつかめたので、ね、今週はまあブリンカーはいらないだろうというふうに考えまして、まあ、ブリンカーつけないで、3頭合わせの内から、まあ、ある程度負荷をかけるという形でやったんですけども、まあ、先週は、まあ、時計的にねちょっともう少しやってもいいのかなというふうに私自身思ったんで、まあ、今週最終追い切りだったんですけども、まあ、ある程度の、いつもよりはで、まあ、かなりの通常のやり方よりは少し、重たいというか、ね、強い負荷をかけたようなイメージで追い切りしてもらいました。で、動きも良かったし、上がってきた指使いも問題なかったかなというふうには思います。そのブリンカーに関しては当日もつけないというような方法ですかね。まあ、そうですね、どうしようかな。まだ検討段階、はい、まあ、明日の投票までには、まあ、スタッフ、まあ、ジョッキー、そして、まあ、ソウルオーディエンスと相談しながら決めたいなと思ってますけども、まあ、まあ、それほど変わるかなというイメージはあるんですけどもね、まあ、ただこうアクセントとしては、まあ、過去2回の追い切りについては、まあ、プラス材料になったことは間違いないので、その辺も踏まえて、投票してみようかなというふうには考えています。今回この阪神初 の阪神での出走ということになりますけれども、小回りの内回りコース2000m、この舞台の適性というのはどのように感じていらっしゃいますか。そうですね、適性と 2000m の距離自体は、まあ、合ってるんじゃないかなというふうに思います。まあ、こう形態的にこう内回りなんでね、まあ、直線短いコーナーが入ったということを考えると、まあ、今彼が普段走っているこう姿勢感じからすると若干まあ不利になるような感じかなというふうには思ってますけどね、まあ、そこを踏まえて、まあ、中山の 1800m を使わせてもらったっていう経緯もありますし、まあ、前走その中山の 1800m を使ったっていう経験がいい方に出ればね、阪神の 2000m の内回りでも、パフォーマンスは上がってくれないかなという希望は持ってます。現状イメージされている中で理想の位置取りであったりレース運びというのはどのように考えていらっしゃいますでしょうか。そうですね、
まあ、なかなかスタートはだいぶ向上したんですけれどもね、その後の見逃しというか、そういったところでいつも後手を踏むレースが多いもんですから、まあ、その辺がこう、まあ、噛み合えばいいと思いますけれども、なかなか、まあ、ジョッキーが持っているような位置取りが取れてない現状ですのでね、そこのところは、たけし君も、まあ、3走取りですかね、に乗るということで、まあ、その辺も今までのイメージと違う考え方も持ってチャレンジしてくれるのかなっていう感じはしてますけどね、まあ、ちょっと出てみないと分かんないですね、スタートは。スタートしてみないと。その横山武史ジョッキーに期待されている部分であったり、あるいは伝えていることなどはありますでしょうか。まあ、ソウルオリンスに関しては一番強い時も、彼が乗ってるし、一番こうイメージとしてはいいイメージを持っていると思うんでね、まあ、そのイメージを持ちつつ、より秋の一連の状態は良かったんで、去年の秋の一連の状態は結果は伴わなかったけども、まあ、状態としては良かったような気がしますんでね、まあ、そういったところを、まあ、敗戦を糧にですね、まあ、少し、ワンテンポ、ワンランクアップするような感じで乗ってもらえればいいのかなと思いますけど、なかなか、相手もいることですし、難しいのかもしれませんけど、まあ、そういったこう高みを望めるような馬であることは間違いないと思うので、頑張ってほしいなと思います。馬状態に関しては、まあ、今週から B コースに変わって、ただ明日もちょっと雨予報で多少ラフにはなりそうなんですけれども、その辺りの懸念というのはないでしょうかね。まあ、馬場状態はあまりこう気にしたことも今までないですし、悪くなっても、まあ、結果は出てる場なんでね、両側でも馬場が悪くなっても気にしなくてもいいのかなというふうには思ってます。ただ B コースに変わるということで、まあ、先行馬有利な流れになったりとかすると、若干こういろんなところでは考えなきゃいけないのかなというふうには思います。そして同期のタスティエラと5度目の対戦というところも、ファンの目線からするとすごい注目されるのかなというふうにも思うんですけれども、はい、そのあたり手塚調教師が意識されている部分であったりというのはありますか。そうですね、まあ、意識しているというか、まあ、三冠の時はね、まあ、ライバルではあったのかもしれないんですけど、ここ成績的にはこう連敗が続いてるんでね、なんか一緒に見ればいいなと思ってますけれども、まあ、タスティエラだけじゃなくてね、他のにも強い馬もたくさんいるし、なかなかこう現4歳5馬世代がどうこうっていうふうに巷では言ってる方も多いんでね、それをそうじゃないんだよっていうふうなパフォーマンスを、まあ、うちの馬含めて、まあ、有力馬3頭4頭いますんでね、そういった4歳5馬が頑張ってくれるレースになってくれないかなっていうふうな希望は持ってます。最後にファンの皆様に向けて一言お願いしてもよろしいでしょうか。はい、まあ先ほど今言ったようにね、4歳5馬のレベルということを疑問視されているところもあるんでね、まあ、そこを見返せるようなレースをしたいなと思ってますんで、諦めずに応援していただければと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。